モートン・ディンド・ホルムで世は、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中将。で世は、第二次世界大戦中、大西洋戦線と太平洋戦線の双方で活躍した。真珠湾攻撃直前に、大西洋を押し渡る連合軍側輸送船団の護衛に駆逐艦を提供し、ノルマンディ上陸作戦におけるシェルブールという旅地、および南フランス戦線では、 第129任務部隊を率いて火力支援に臨時た。太平洋戦線に転じてからは、第13巡洋戦隊、第54任務部隊を率いて沖縄戦に加わり、大西洋戦線と同様に火力支援に従事した。戦争終結後は佐世保に進駐して西日本地区の占領行政を一時担当した。で、要は38年に及ぶ海軍生活の中で、 海軍主君賞、レジオン・オブ・メリット及びそれに代わる金星賞を受賞した。しかし、デイヨについて、歴史のある1ページのみを切り出して、端的に説明するならば、デイヨは、戦艦ヤマトと対決し損なった提督でもあった。デイヨは1887年7月1日に、ニューヨーク州ホキプシーで生まれた。海軍兵学校に進み、1911年に卒業を。 卒業年次からアナポリス1911年組と呼称された、この世代からは空母任務軍を率いたジョン・ W ・リーブスがいる。日本の海軍兵学校の卒業年次に換算すると、伊藤誠一、西村昌司、角田拓次、岡高純、島清秀らを排出した39期に相当するが、事実上同期に相当するでよと伊藤が対決寸前になったのは、あくまで偶然である。 アナポリス卒業後、デイオは、戦艦バージニアに、士官候補生として1913年まで、配属される。駆逐艦段艦を経て、総甲巡洋艦ワシントンと移り、タンピコ事件やベラクルス戦役に乗組員として参加する。1915年から1916年は、駆逐艦、ジェンキンス乗組となり、第一次世界大戦参戦後は、 ドイツ U ボートから輸送船を護衛する任務に就く。その最中の1916年にデイヨはマリア名誉と結婚する。大戦終結後、デイヨは1920年から1921年にかけてボストンの第一海軍区司令官付けとなる。第一海軍区は1919 19年に第二海軍区を吸収して拡張したが、これは同じ地域を管轄していた。 陸軍区とエリアを合致させるためのもので、新規スタッフや機能の加入及び管理、物流に関する責任の拡大を伴っていた。これらは第一次世界大戦前に改定される予定だった海軍区改革の一環で歴史家のアルフレッドセイアーマハンが提唱していた不十分な海岸防衛は、そのことが艦隊の任務に制約をかけることとなる。艦隊は海岸や 公安の防衛からは切り離して自由に行動できるようにするべきだという理念に基づくものであった。続く1921年から1923年にかけては当時アメリカが占領していたドミニカ共和国の首都サントドミンゴに派遣され軍政知事の副官を務めた。1923年からは海上勤務に戻り戦闘艦隊のスタッフとして戦艦カリフォルニアに 1925年から1926年には、合衆国艦隊スタッフに転じて、かつて乗り組んでいた、ワシントンの後ろ身であるシアトルに上官した。校舎では、艦隊司令官サミュエル・エス・ロビソン大将の個人的な、スタッフ10名の中に加わることとなったが、少佐となっていたでよは、その中でも最もランクが、位の召喚であり、そのすぐ上位の位置にいたのが、 当時大佐だったチェスターにミッツであった。1926年から1929年の間は母校アナポリスに戻って教官を務め、駆逐艦スロート及びアップシャーの艦長を経て、1931年から1934年には海軍大学校入りして受講し、後に教官も務めた。受講後は、軽巡洋艦ミルウォーキーの副艦となった。 1936年、デヨはアジア艦隊の作戦計画参謀となり、艦隊機関の従順洋艦オーガスタに上官する。1939年にアジア艦隊での任期を終えるとアメリカに戻り、海軍省勤務、海軍長官補佐などのデスクアークを歴任した。1941年9月18日、大佐になっていたデヨは、 第4.1、1任務隊の指令となった。この5隻の駆逐艦からなる任務隊は、アメリカからアイスランドに向かう輸送船団の護衛のために編成された最初のアメリカ海軍の部隊であった。翌1942年、デユは輸送艦、モンキセロの艦長となる。モンキセロはもともとイタリア客船コンテグランデで、ブラジルに在泊中に、 第二次世界大戦が勃発し抑留され、1942年4月16日付でアメリカが購入して輸送艦としたものであった。また、この年には、十十二洋艦インディアナポリス艦長も務め、日本軍が進出したアッツ島及びキスカ島へ圧力をかけた。1942年の残りの期間から1943年にかけては大西洋艦隊指揮下にある、 駆地区間の総司令となった。1944年に入り、少々となったデヨは、ヨーロッパ各地での反抗作戦における火力支援部隊の司令官を務める。6月6日のノルマンディ上陸作戦では、U 部隊を率いて火力支援に当たり、6月25日には、戦艦テキサスを機関とする第129任務部隊を率いて終盤戦に差し掛かった。 シェルブールの戦いの支援を行った。その後は南フランスに転戦して引き続き火力支援に任じた。ヨーロッパの派遣がほぼ明らかとなり、デヨも太平洋戦線に移ることとなった。1944年10月25日の冷凍機械戦で空母チヨダを砲撃で撃沈した経験を有するローレンス・ティー・デュボース少将の後任として第13巡洋戦隊司令官となり、 軽巡洋艦ビロクシバーミングハムモービル及びサンタフェの4艦を率いることとなった。1945年に入り、戦線は伊央島、沖縄本島に迫っていた。で世は第5艦隊の下で活動することとなり、レーテ戦のすり顔海峡での戦いで勝利を収めたジェシー・ビー・オルゲンドルフ中将の後任として、第54任務部隊を指揮することとなった。3月25日、 デヨの第54任務部隊は沖縄攻略の前哨戦であるケラマ諸島の攻略を支援。沖縄本島への事前砲撃も同時進行で行われ、最初は食らいを恐れて遠距離からの艦砲射撃しかできなかったが、総会が進むにつれて効果的な砲撃を行えるようになった。デヨは自らの機関を戦艦テネシーに定めていた。部隊には かつて自らが艦長を務め、今はスプルーアンスの総機関であるインディアナポリスが含まれており、デュはスプルーアンスの警護のために30にわたる臨境人を敷いて、神風を待ち受けたが、3月31日の神風攻撃と損傷修理の際のスクリュー、脱落事故でインディアナポリスは戦線から去り、スプルーアンスは4月5日に戦艦ニューメキシコを新しい機関とした。 4月1日に沖縄戦が開始された後も、第54任務部隊は引き続き火力支援に任じたが、いずれにせよ陸上相手の砲撃は地味な任務であった。戦艦ヤマト。ヤマトと第54任務部隊の対決の結末は、リーフの世界である。4月6日、大規模な神風攻撃、菊水1号作戦が行われ、これを見たスプルーアンス大将は、 神風攻撃に呼応して、水上部隊も出撃してくるだろうと推測した。スプルーアンス大将は、潜水艦と航空機による紹介を厳重にするよう、命じる。この4月6日、午後、徳山から、後期、ある帝国海軍海上部隊の伝統を発用。するとともにそれの栄光アトコンに伝をとする第に艦隊が出撃する。上述のように出よと同期艦さんの意図。 西一中上に引きられた第二艦隊は、戦艦マトと第二水雷戦隊で構成され一路沖縄を目指すが、文後水道通過後に二隻のアメリカ潜水艦、スレッドヒントハックルバックから相次いで発見され、情報はスプルーアンス大将のもとに集められる。果たして、スプルーアンス大将の予測は的中し、4月7日未明に出ようを呼び出して、 水上戦闘の準備を行うよう命令を発した。同時に艦隊には航空部隊も連ねていると推測したスプルーアンス大将は第58任務部隊司令官マーク・ミッチャー中将に対しても空からの脅威に対処するよう命じた。スプルーアンス大将は一つの夢を見ていた。しばらくは陸上砲撃という任務しか与えられなかった指揮下の戦艦に 艦隊決戦を実施させる最後の機会を与えたかった。爆量の中には、ヤマトを恐れる者もいたが、第54任務部隊の数的優勢をもってすれば、激破は、たやすいとも考えられていた。迎撃を命じられたでよは、テネジーに戻り、4月7日5時から、事故の爆量を集めて、緊急の作戦会議を開く。第54任務部隊は、戦艦10隻 中巡洋艦九隻、軽巡洋艦四隻、駆逐艦二十五隻及び護衛駆逐艦八隻で構成されていたが、作戦会議の末、戦艦六隻、巡洋艦七隻、駆逐艦二十一隻を抽出して、ヤマトを迎撃し、残りは上陸部隊の援護に回ることとなった。十時からは、水陸両用部隊指揮官リッチモンドケーターナー、中将が第五十四任務部隊や、 上陸支援艦船の艦長を集めて、大和対策会議を開く。会議の後、第54任務部隊では、大和迎撃部隊に参加する艦と断流する艦の艦名が発表され、前者に属した艦では、乗組員が踊り狂い、校舎では戦に漏れた不平をぶちまけた。午後に入り、大和迎撃部隊は緊急の訓練を行って、その時に備えた。夜に入って、 神風攻撃があり、戦艦メリーランドに一機が命中して3番砲塔を使用不能に陥らせる。デヨはメリーランドに健在かどうかを問う信号を発し、メリーランド側はヤマトとの対決をしたいばかりに戦闘公開に首相なしと嘘をついて損害を隠した。しかし、その時はついに訪れなかった。デヨが作戦会議を開いていた5時頃から、 第58任務部隊やケラマ諸島から飛び立った偵察機が西に向かう第二艦隊を発見。進路次第では第二艦隊が沖縄から離れて九州の港湾にこもることも予想され、スプルーアンス大将はミッチャー中将からの攻撃許可要請に対して機部隊において攻撃されたいと返答した。各種テヤマトは第58任務部隊機の波状攻撃を受けた後、 大噴煙を上げて沈没していった。以降、艦隊決戦の機会は永遠に訪れなかった。デヨは少なくとも4月7日夜までは、大和沈没の真相は知らず、ことの次第を知るやニューメキシコに急行し、スプルーアンス大将に対して、ミッチャー中将の命令違反をなじった。もっとも、スプルーアンス大将は1944年6月のマリアナ戦前後から、ミッチャー中将に、 事故の作戦計画にある程度そうという条件付きながら独自の判断で戦闘を行って良いという権限を与えていた。また、スプルーアンス大将は第58任務部隊の正確な位置を知らなかった。この二つのことと4月7日朝時点でアメリカ側が目撃した成功する第2艦隊の姿、これらが大和撃沈の栄光を出よではなくミッチャー中将にもたらした。 ヤマトが消えうせても沖縄での戦闘は依然続いた。4月12日、日本軍は菊水2号作戦を発動して再び大規模な神風攻撃を仕掛ける。デヨの第54任務部隊は警戒態勢を取りながら神風の飛来を待った。2隻の駆逐艦がデヨの機関の戦艦テネシーに郵便物を届ける光景を眺めていたデヨはしばらく間を置いた後2機の 神風がテネシーめがけて突入する様子を目の当たりにする。そのうちの一機は環境資金に突入して爆弾は艦内で爆発し、テネシーに火災を発生させる被害を与えたが、デイオは奇跡的に怪我を負うこともなく乗組員が破片や肉片を片付ける光景を見下ろしていた。菊水作戦はその後も繰り返され、軽視できない損害を与え続けていたが、 やがてその威力も弱まっていった。5月下旬に第5艦隊は休養を取っていた第3艦隊に交代した。デヨの動向ははっきりしないが8月15日に戦争が終わると第55任務部隊と第56任務部隊を率いて佐世保に進駐し西日本地区の占領行政を一時担当した。デヨは特攻隊員について軍からはぐれ。 怯えたアヒルと表現した上で、次のように回想していた。何名かの人間がこちらにやってくる。彼らの一人数とはその悩み抜いた意識の中に一つの目的を持っているだけである。彼らの心と精神とは引く長期にわたる恐怖に満ちた準備の後に引く若くて健康な意に沿わない肉体に対して、彼ら自身を立った一つの任務のために捧げるよう強制したのである。 その任務というのはミサイルを誘導することである。彼はミサイルの生きている部品であり、その結果ミサイルと彼自身とはほんのわずかばかりの生存の可能性もなく、荷借のない鋼鉄を破壊するためと進することになる。したがって特攻機はすべて目標に到達しないうちに命中弾を与えて操縦不能にしなければならない。さもないと、それに対して、 我々が支払いを余儀なくされる代価は、ただ、パイロット一人と飛行機一機の価格の何倍にも達することになるだろう。モートンデヨ、デニス・ウォーナー、ペギー・ウォーナー、ドキュメント、神風特攻作戦の全貌を、下90ページデヨは、戦線から帰還後、1946年から1949年にかけて第一海軍区司令官に就任する。 冷戦時代を迎えたアメリカ海軍にとって部門などを統合して効率化を進めることは史上命令であり、1945年9月の時点における海軍区司令官の役目は担当会域内で司令を与えることであったが、管轄区域内の海軍造船所の面倒を見るということはなかった。第一次世界大戦終結後に赴任して以来二度目の第一海軍区勤務となったは、 改革の最中にあった海軍区のトップの一人として改革の手助けを行った。1949年、デヨは第一海軍区司令官の職を最後に中将に名誉昇進して退役した。1965年には詩人オグデンラッシュによる取材を受けた。デヨは1973年11月10日に86歳で亡くなりアナポリス敷地内の墓地に埋葬されている。 死没地は、キタリーポイントとポーツマスの二つが伝わっている。スプルーアンス旧駆逐艦の一艦であるデヨは、デヨの栄誉を称いて命名された。ありがとうございます。